I'm Jason Palmer, one of the hosts of The Intelligence, The Economist's daily current affairs podcast. The Economist's award-winning shows make sense of what matters, from our special series on China's president to our weekly podcasts on business, technology, and American politics. Our journalists provide fair, in-depth reporting on the events shaping the world. Search for Economist Podcasts Plus and sign up to our free one-month trial. この時間はズームアップ、毎週火曜日は経済です。明治大学教授でエコノミストの飯田康之さんです。飯田さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。さて飯田さん、マイナンバーカードを何としても普及させようっていうことなんでしょうか、はい、チケット販売にもマイナンバーカードを活用へっていう動きが出てきましたね。これもともとことの発端にあるのは、チケット販売に関して、一部の人気のライブコンサートとかで高額の転売が行われることがあると、はい、それが問題で何らかの対応策が必要だという話は別途あったんですけれども、なぜここにマイナンバーカードを持ち出すのかと本当ですよね。もともとこの転売の問題を考えるときにはですね、自由主義経済の大原則として、はい、価格にあまり政府は手を突っ込んではいけないと。高額で転売する、実際に欲しい方であったり、はい、ファンの間では非常にひどいことだと思うかもしれませんし、もちろん非難されるところあると思うんですけれども、政府が価格に今手を突っ込むときには、はい、それだけの合理的な根拠が必要なんですよね。これ例えば、医薬品の価格であったり、そういった、人の生き死にまたは安全に関わることであれば正当化しやすいと思うんですが、はい、ある特定の商品が許せないぐらい値上がりしているということで、それで介入を認めてしまうとですね、これどんな業種業界でも、それがなんていうか社会的にまたは不満に思っている人が多いという理由で規制できるという話になってしまいますので、まずこの転売を禁止するという行動を国が率先して行うことっていうのの意味は一つ考えなきゃいけない。でもう一つですね、はい、こういった、チケットを、いつも高額転売、つまりは、その価格で売り出して欲しいという人が多すぎるという状況になっているときに、販売側にはいくつかそれを止める手があるんですね。例えば、実際一部のアーティストすでにやってますけれども、ファンクラブの方だけの先行販売を設けたり、そうですね、またそれだけじゃなくてですね、ファンクラブに長く登録している人限定の先行販売をやって、一般のファンクラブ会員への先行販売をやって、その後ようやく一般販売をするというふうにするとですね、本当に欲しい、本当にそのアーティストのファンだという人は、ファンクラブに入っている、または長くファンクラブに入っているでしょうから、高額転売で本当に欲しい人が手に入らないという問題を避けられるんですね。そうですね。で、こういった、各業界業種ができる努力、あまりしていない状態でマイナンバーカードを入れてしまうと何が起きるかというと、はい、これマイナンバーカード持ってない人は例えば、ライブコンサートのチケット手に入れられないということなんですよ。で、いやそれじゃあマイナンバーカードも作れよと思うかもしれないですが、海外からのインバウンドの方はどうするんでしょう。マイナンバーカードないですもんね。ないです、当然。でこれ、実際にすでに現場で起き始めていまして、日本国内の発送住所があったり、日本国内のクレジットカードを持っていないとチケットが買えないので、海外から例えば日本のアイドルのファンとか日本のアニメのファンだと言ってきて、日本でぜひそのコンサート、ライブ等のチケットが欲しいと、
いう方がちょっと購入の方法が相当工夫しないとできない状態になっている。ちょっとですね、この今回の高額転売、その、インバウンドの利便性をそこまで下げてまで、取り締まらなければならないほどの、まあ、高額チケット問題というのは重要な政策課題だと私思わないんですね。なんだかそのマイナンバー普及に役に立ちそうなことだったら、まあ、猫も借子もじゃないですけれども、猫の手も借りたいぐらい、何でもいいから理由をつけてマイナンバーと紐付けという方向性になっていて、私自身はマイナンバーのような、いわゆる、投資の番号による管理というのはもっと日本必要だと思うんですけれども、なんていうか、そのせいでまたはそれに巻き込む形で、一つの業界の営業というのに介入する、これはねちょっと、まあ、これコロナショック以降ずっと似たようなことを言ってきたんですけれども、ちょっと営業であったり、業界であったり、そういう、まあ、あの職業観光、業界観光みたいなものに、また営業の自由とかに簡単に手を突っ込みすぎるなと、ここのところの姿勢を見ていると感じます。確かにそうですね。まあ、あのなんかけしからんなとか、あの個人的に思うことはたくさんあるんですが、はてそれを公の権力がやっていいことなのかというのは、時に立ち止まって考える必要があると思います。確かにもう今本当民間もいろいろ工夫して、まあ、ファンクラブとかもそうですし、あとこう身分証明書的なものを提示するとかいろいろやってガードしてますもんね。で、まあ、あのそこまでかいくぐられてっていうと、かなり数としてもちろんあるんですけれども、あの非常に多いというところまではいかないでしょうから、そういったの業界の自主的な規制制限に任せていくべきだと思いますね。そうですね。いや、なんか本当ただただ普及させたいっていうその思いだけがなんか強調されてるようなね気がしてならないんですね。そうですね。わかりました。飯田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ズームアップ、明治大学教授でエコノミストの飯田泰之さんに話を聞きました。落語家の立川尚志です。1週間のニュースの中から気になる話題を題材に新作落語をお送りしているポッドキャスト番組、立川尚志のニュース落語、もう聞いていただけましたか？政治家の問題発言や動物たちの微笑ましいエピソードなどなど、落語の世界でお楽しみください。アップル、スポティファイ、アマゾン、グーグルの各ポッドキャストで立川尚志で検索してフォローお願いします。また生放送でいち早く番組をチェックしたい方はラジコで RKB ラジオ立川尚志金サイトを聞いてください。毎週金曜朝6時半から10時まで生放送中です。さらにこの立川尚志のニュース落語は本で読むこともできます。お近くの書店、ネット通販でお買い求めください。本と音声両方で立川尚志のニュース落語、どうぞごひいきに。めちゃくちゃお得ですからね、これね。毎週考えてんだよ。